スマブラスペシャル最後の新キャラ、カズヤじゃなくてソラ。カズヤやってないのがバレた。やっていきたいと思います。ついに3年間の最終回です。最終回といってももう誰もこのシリーズのこと知らないような気がしてならないんだけど、ちょっと最初にちょっとトレーニングだけしてきます。ということで VIP マッチ、さあ新キャラがね1体ずつまた VIP マッチやってるので、もう最後の最後にちゃんと空もね VIP やって終わりに最終回としたいと思います。なんとなく白黒。よし、空同士来たよ。よろしく。で、いや3年かかったわけだけど、このシリーズまず実況もそもそも半年ぶりっていう、普通の実況がマジで半年ぶり。スマブラも半年ぐらいやってなかったし、すごいな、めっちゃ戻ってくるから、なんか浮遊感がすごい、この動きが独特。掴めない。空中前を重ねていくのがいいのか、これ。あと、マジか。痛い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 。あと、B 上をしてから B 横で帰ってこれるっていう独特な戻り方とか。空中前も3連撃って珍しいよな。痛い、スマッシュやられた。バーストは強いのかもね。でもスマッシュメインかな。B 横は3連撃なんだけど、いや何が良かったんだ今の。よいしょ、3連撃が突き出る。ファイが、いた。リーチもね、なんか長そうに見えてそうでもないから、まあ空同士はあんま関係ないけど、え、俺がやられた、痛い、当たんない、よしよし。冬が2回目のジャンプがマジで、うわー、しんどいわ、マジかよ。2回目ジャンプがミュウツー感がそう、慣れないなこれは。で空中前、これが下投げ空中前はまあまあ強いかもね。やばい、あ、これやばい、うわマジかよ、崖めてやられたし、これは難しいな、あんま使うタイプのキャラでもないかもしれない。いいね、かっこいい。さあビッグマッチへの長い道のりが始まった。おお、カウンターうまいうまい。決まった決まった、カウンターが結構決めづらいけど、よし、今いくつだ VIP、 950、なんか気づかぬ間に1000万まで戦闘力増えてんだね、みんな。あと3勝4勝、うわー出たー、ホームラン光、
苦しい戦いが続いております。地道に戦闘力を上げて、派手さはないけど基本スペックはまあ強いかなっていう。これが適当にやってるだけで意外と避けづらかったりする。下投げつながれいではない。ダメだ、3度目の正直ならず。きたーラッキーラッキー。協力。マジか。よし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 、凍らせて凍った後に攻撃するとぶっ飛ぶ。そろそろ行くんじゃない、あと 1,2 回。936万、あと1回か。あと1勝の壁が厚い。うわ、あと1勝が。この経験は糧になる。三立て。あと一勝。この壁がつらい。空同士か。もう何回やり直したことか。まだか。よしよしよし、これはこれは来たんじゃない。ちょっともうガチ集中モードで何も喋ってないけど、いけいけ、来た。いや、めっちゃ苦戦した。いや、もう無理かと思った。いや、もうでも最後だから、頑張ろうと思って。なんとか入れられたけど、ちょっとプロコンがさ、ガードの ZR ボタン使いすぎて、ちょっとなんかめっちゃコロコロ転がるなと思ったら、なんか、離しても、スプラトゥーンの攻撃し続けるときみたいに、なかなか戻んなくて、ちょっとプロコン縛りみたいな状態だったんだけど、いやでもそれでもちょっときつかった。なんか周りのレベルが上がってんのか、ソラがちょっと俺合ってないのか、もうなんかスマブラ下手くそになったか、なんだかでめっちゃ苦戦しました。さあもう全部出たね。俺この子知らない。せっかく最終回なんでね、このスマブラスペシャルメインのスピリッツモードも最後に一回やって終わりたいと思います。お、キーラ。す
これまあ説明はいいや。でキャラクターは自分あの一応村人がねメインでして、最近の方のために言っておくと、しかもこのピンク村人をね使うっていう、主に飛び道具をずっと使ってるわけなんですが、でお相手は新キャラソラ。ステージも新しいとこだね。なんか読んでなかったけど、なんか仕様がねアイテムが出たり、スピリッツモードはいろいろ変わるけど、まず一番大きな違いは体力戦だな。これ雑草の木犯人は危ない、危ない、やばいやばい。普通に多分 CP レベル急増とあるんだよな。なんかピンチ時に切り札とか来そうだな。動きが怖い。回復かよ。あーてかこの回復とか移動速度アップとか、多分原作にね結構乗っ取った仕様になってて、ただ残念ながら俺キングダムハーツ全然触れなかったけど、相変わらずにわかなので分かってないんだけど、もうキャラクターだけはねもう一番著作権の壁がやばかったということだけは分かる。あ、やっぱ切り札来そう。なんかもはや受けていいかもしれないこれ。あ、受けちゃった。最後の切り札っていうのもあります。ということで、まあ、体力戦だから距離を維持しながらやっていけば負けはしないかな。このスピリッツモードにおいて村人のねこの木の伐採がね適当にやってるだけで結構コンピューター当たるからすごい重宝した。おお、最後決めたいな、決めたいな。決まんないんかい。決まんないんかい。もう最後これでおい。網で床で叩きつけて終わりました。ってことでロクサスが一番最後のスピリッツでした。これでキングダムハーツもコンプリート。でもう全部やっときました。ということで集まりました。なんかね多分アップデート来てなくて、ちょっと部分的に隠れちゃってきたやつはまだ出てないんだけど、1512分の今んとこ1495ということで、もうね俺多分半分も分かんない気がすんな。なんかもう本当にこれギネスブックの載るんじゃない、キャラクターの最も多いゲームとして。ポケモンなんとなくわかるね、カービィとかゼルデンのアイコンしてるのに俺ゼルデンも最新作やってないからな。いやーちょっと世の中ねコンテンツが多すぎっすよ。もう集大成、これを超えるゲーム多分もう作れないでしょっていう。あ、ちなみにね毎回ちまちま訓練場にスピリッツ預けてレベル99にもしてます。だから今ゲットしたやつ以外はもうほぼほぼレベル99。そうこのキャラの中だとこのアクアっていうキャラクターのバトルの時、なんかねゲーム&ウォッチ黒がめちゃめちゃいるんだけど、なんか黒3つに見えてしょうがないんだけど、これ原作になんか関係あるとか言って、触れてはいけないものな気がしてしょうがないんだけど、それともなんか全然別のキャラクターがいるんだったらまあそれはそれでいいんだけど、あ、黒4体か、4体じゃ違うかな。どうなんだろう。本当にね原作にのっとった感じで出てくるんで、今これ2回目だけど、あのアクアっていうのに似たキャラクターがこのルキナっていう、そんなねスピリッツ、なんとか原作に忠実にやろうとした結果、スマブラの既存のファイターを使ってスマブラ内に出そうとした結果、こんなルールというかゲームの仕様になったっぽいけど、
なんかスターフォックスのあのアシストフィギュアとかもねいるからね。なんだっけ、全然名前が出てこないや。スターフォックスのね、なんかなんだよね、このアシストが。おっと、やばいやばい、危ない危ない危ない。最後は傘で2つにゲットしちゃった。ちょ、もう手が痛いということで。ね、覚えてますか、もう僕灯火の星からね、ちゃんと、もうあの頃は毎日走行だったね、今では考えられないけど、いろいろありました、スマブラ。もう今回が最終回です、疲れた。勝ち上がり弾頭ね、ちょくちょくやってるやつはやってるけど、お疲れ様です桜井さん。皆さん、ということで3年間続いたこのシリーズ、ご視聴ありがとうございました。また別のシリーズでもよろしくお願いします。いやー、やばかったねスマブラスペシャル。